ビバファッション。おはい、皆さんこんにちは。ファッションクリエイターの高田智之です。そしてコロニークロージングの川村浩三さんです。よろしくお願いします。なんと僕らというか僕ですね、シンガポールに来ちゃいました。3年ぶりです。よろしくお願いします。めちゃくちゃ久しぶりだね。そうなんですよ、もう久しぶりすぎてこの暑さにちょっと感動してます ね、はい、まあもう暑いシンガポール、はい、僕もずっと住んでるんだけども、はい、今回この3年ともが帰ってこれなかった間に、はい、すごく新しいブランドを発見してるんで、それを紹介したいと思います。おー、いいですね。3年来ないと随分変わってたりもしますもんね。そうね、まあ、おなじみ の、はい、あのブランドもあるんですけど、はい、それぞれやっぱり新しい商品が出たりとか。なるほど。あの本当に全く今までなかったブランドが出てきたりしてるので、はい、今回じゃあいくつのブランドを紹介していただけるんですか。いくつかな。まずはあのケビンシアン。ケビン、はい、あのトムですよね、はい、ケビンだったりとか、うん、あと次に行くのがフォックストロット。これはもう謎のブランドです。いや全然僕も聞きなじみがないです ね、なんかね、はい、でも実は日本でもすでにセレクトショップなんかで人気があるんだけど。そうなんですか。全然正体を表してないシンガポールのデザイナーを紹介します、はい、なるほど、はい、と、その次はちょうどインドネシアのシューメーカーのジャランスルウィジャーがあ、はい、ジャランスね、そこが、シューポリッシュのイベントをしているので、そこに行ってみましょう。なるほど、面白そうですね、はい、その次は、コロニクロジングに行って、はい、シンガポールのキジマーチャントを紹介します。キジマーチャント、シンガポールのっていうことですね。そう、シンガポール人で、はい、元実はね、あの銀行員の超エリートなんで、めちゃくちゃ面白い。面白い、そういう人が選ぶ記事。そう、面白そうですね。そう、その記事屋さんを紹介して、はい、最後ハットオブケン。おー、ハットオブケン、パナマハットのブランドを紹介します、はい、めちゃくちゃいいハットですからね、うん、合計5つのブランドですね、はい、を紹介していただけるということですね、はい、では楽しみです。じゃあ早速いきましょうか。レッツゴじゃあ行きましょうか。そうですね、はい、ケビンのところはもう何回か来たことあるけども、はい、随分変わってるんで、はい、楽しみにしてください。じゃあレッツゴー。雰囲気もいいっすね。最高だよ。いるかな。いるぞ。元気。どうも。Long time, long time. How are you? I'm fine. Thank you. Good. Long time.コロナの間でもうオーダーメイドだけじゃなくて、はい、かなりレディーメイドの商品が増えてるから、ちょっとそれをいろいろ紹介してもらうといいと思うんだよね。結構お店のこの雰囲気も圧巻というか、すごいよね。なかなかこのシンガポールでこれだけ雰囲気になるってないですよね。そう、お店というかアトリエというかオフィスというか、そこで縫ってたりもするんですよね。縫ってたりする。すごいな、これは面白いな。はい、じゃあちょっとケビンにいろいろ紹介してもらおうか。そうですね、はい、はい、So this is the fabric, and then we cut for the back of the shirt. Ah, okay. So something like this. Ah, hand drawn and hand painted. Is this made in Singapore? Made in Singapore. Fabric is printed in India. Ah, India by hand.This Agoya button. Agoya button. Agoya is a kind of shape. Like awabi. Oh, like abalone. Okay. Abalone. Mm. Yeah. We call this the heritage label. Oh, because it's heritage material. Ah, okay. Your new project. Yeah. Heritage collection. And this one, the front and the back, is different. Oh. So you can see it's not perfect. Yeah. This one is perfect, but this is not perfect. So this one is a combination of fabric. One fabric and
two fabric. Long sleeves. Yeah, Guayabera style with four pocket. Cuban style. In the block print. So this is a tiger and lion. ハンドブロックプリントのシャツをデビンの新しいコレクションとして作っていて、まあ、ヘリテージなプリント柄ですね。生地が、インドでハンドでプリントされて、縫製をシンガポールでやっているという感じですね。 Is this size 3? Size 3. So very relaxed. サイズ3でこの感じですね。自分たちで縫って、まあ、インドで縫うとやっぱり縫製面とかすごい雑になっちゃうので、そこはもともとテイラーのケビンが自分のところでこう作っているというようなシャツですね。これ軽いしシャツは着てないような感覚ですね。すごい着やすいです。どうだったケビンの。いやすごいいいっすね。なんかすごいいいって片付けちゃうとあれなんですけどそうだ、ね、いやなんかやっぱりこうブロックプリントって、うん、まあ、日本だとなかなかこう紹介できないというか、うん、プリントハンドで入れてもらうそのコントロールも必要だし、うん、じゃあそれをどこで縫うのっていうのも必要じゃないですか、うんうん、それをやっぱりインドでまずコントロールできることで自分のところで縫えること、うん、なんかそれがすごくこういういいもの作りにつながってるのかなと思うんですけど、やっぱりプリントの風合い表情、うん、やっぱりいいっすね。そうだよね。ケビンシェアは僕と同い年なんだけど47歳、うんうん、この間バースデーだったんだけど、はい、もうずっとファッションをやってきて、うん、やっぱり彼はずっとファッションやってきてるから一枚一枚選んでる生地が素晴らしいよね、うんうん、でもこれは本当にずっとファッションが好きな人じゃないと選べない生地だから、うん、これをねぜひともにも見てほしかったんだよね。なんか今回紹介できてないですけど、もともとケビンが作るテイラードものもあるじゃないですか、うん、なんかテイラードものも生地ちゃんと別注してたりとか、そうフォックスに別注してそのフォックスフォーケビンシュアみたいな、ね、オリジナルネーム作ったりとか、うん、生地に対するこだわりもすごいっていうのがポイントですよね。そうだね、うん、だからまあ本当に今回このブロックプリントだったりとかイカットのシャツ、はい、まあ、コロニークロージングでもこういうことやりたいなっていうことを、うん、もうテイラー、まあ、ビスポークテイラーならではで本当にこう手作りのものを作ってるんで、ぜひねこういうものもとも買って帰ったらいいんじゃないかな。そうですね、本当にそういう感じですね、うん、紹介していきたいですね。はい、まあ、次はまた全然違うところに行くんで、はい、もうちょっと頭を整理して楽しみです、うん、フレッシュな状態でまた見に行きましょう。はい、はい、お願いします、はい、では次の場所へ、はい、スポットへレッツゴーHello, welcome. Hey. Nice to meet you. Hello. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. I'm Tomo. Let me introduce my friend Tomo. And he is the creative director of Colony Clothing. Yeah. Nice to meet you, Mr. Fox. Nice to meet you. Mr. Fox はもうシンガポールで今一番ホットなデザイナーです。だからもう顔も見せれないし、本当このシークレットプレイスにみんなを連れてこれたのは僕めちゃくちゃラッキーだと思います。はい、それではミスターフォックスにちょっといろいろ伺っていきたいと思うんですけども、まずはじめにこのブランドのことをちょっと聞きたいんですけども、ミスターフォックス、could you tell me about your brand? Foxtrot. So, Foxtrot is like a time traveler. Time traveler. Yeah, so we travel back in time to look for vintage sneakers and sportswear and bring it to the present and curate.An experience for the customer. Yes. How many items do you make and sell?
So we started Foxtrot in the start of COVID when we have a lot of time. So I had a lot of like vintage sneakers that I collect. So I started to spend more time and notice like many interesting details. So the first product we made was a shoelace. So if you see, this shoelace was meant to be navy blue, but after 36 years, the fading has made it become like purple. So we found it very interesting, and we managed to make it, produce it again. Yeah. This one is not old. This is your new product. Yeah. So, wow. Sometimes when we put the new one and the old one together, we couldn't tell which is original anymore. So we made a really, really nice product. Oh, it's amazing. Thank you. Your iconic item is this shoelace. Yes, the iconic item is the shoelace. And later on, we made more discoveries inside the Air Jordan. When we took out the sole, I want to show you. So, Tomo-san, I want to show you some of the shoelaces that we did. And this is the packaging right here. So you can see, like, there are many tones in the shoelace. It's because of fading over the years. And it has, like, very interesting atmosphere of the shoelace. So you can see. Gray and blue, and these are all from like the vintage Air Jordan colors or the Dunk colors. Yeah, American College colors. Yeah, so beautiful. Some of the vintage Jordans have the sole is like hardened and broken. Right. So there was one day when we opened up the sole, and inside we discovered this script. Yeah, what is it? So this is, so some, when we change the sole, you will see this part, which is the last. Yeah. Wow. Yeah. It's very nice. Yeah. Yeah. So this is has very deep meaning. In Korean, it reads of the highest quality. Wow. For you. Oh, really? Yes. Thank you so much. Yeah. めちゃくちゃ嬉しいです。このヴィンテージの、yeah, from Air Jordan? Is this from Yes. Air Jordan 1. Jordan 1のソールを剥がして、この、まあ、興味深いもうこういうフォントが出てきて、まあ、それをこういうふうにソックスにプリントをしたと。もう本当に奥深い。こういうなんかこういうソックスのワンポイントって意外と遊びとして使えるんですけど、なんかこういう意味があるものってあんまりないですね。そうだから、ヴィンテージが今やっぱりこう大人のファッションにもすごい重要になってきたので、それでフォックスを今回は紹介したくて、やっぱりスニーカー皆さん履いてらっしゃると思うんだけど、やっぱりこう子供たちが履いてるスニーカーと違うものをみんな求めてるでしょ。で、彼らがやってるのはもう本当に奥深いディープなストーリーをうまくこうデザインに落とし込んでやってるんで、ぜひ大人のお客さんにフォックスのソックスだったりとかシューレースだったりスニーカーを履いてもらいたいなと思いました。これはハンドペイント。 Yes, ハンドペイント。 This is a hand paint. なるほど。 Everything handmade. ヴィンテージを作るためにこういう新しいものをペイントで加工してるってことですね。そうで、このここがめちゃくちゃかっこよくない？このハトメもIs this your product, right? Yeah, this is my original product. This is the Bones grommets that I wanted because after we started this trend, many people started to do their version as well. So we wanted ours to look very different from everyone else. So we invented some small accessories for the sneakers. フォックスの一番すごいところニューヴィンテージっていう、もう新しいんだけどもうヴィンテージを超えてるこのプロダクトを僕は日本の人にも紹介したいなと思うので、なんかこうある種のストリートファッションだったりはすると思うんですけど、こ
ういうあの加工になったりプロダクトによってちょっとこうラグジュアリーになるとか、そうちょっとストリートの考え方が、まあ、僕ももともとそういうの大好きだったんですけど、日本とシンガポールミスターフォックスの考えるラグなんだろうストリートっていうのはちょっとなんか違いがあるのかなっていうのが面白いですね。そうだね、だから本当ラグジュアリーなストリートファッション、うん、で東南アジアはまあ結構もうそれが当たり前で、うん、今は例えばナイキもアディダスもハイブランドとコラボレーションしてるでしょ、うん、それにさらに飽き足りない人はもうフォックスの靴を履いてるんだよね、うんうん、なるほど、すごいですね、すごい。そうでも実際は結構お高いんです。How much is it? すごいですね。This one、we are selling for、$550 US、うん、だから6万円ぐらい、6万円7万円する靴なんだけど、でも大人の人だったらそのくらいの方がいいよね、うん、逆に大人になって余計にこういう、なんだろうな、直球のスニーカーって買えなくなってきたんですよ。そうだよね、はい、ダンクとか若い子とか買うような、うん、ナイキのエアジョーダンもそうなんですけど、買えなくなってきてるから逆にこういうカスタムをしていって、まあ、ちょっと子供と差をつけるじゃないですけど、そうそうそう、ほんとそうね、みたいなのは